いやあ、刹那圭介だよ。前回のパートで、壁を調べて、そっからどうにかみたいなのところで終わったんで、その壁の前に来てます。ここね。パート1のさ、コメントでね、嬉しいコメントがあったんですよ、たくさん。刹那さんのホラー実況好きですよ。ハートみたいなやつとか。でもなんか、刹那圭さんの声聞いてると、怖いけど安心します、みたいな感じで。コメントしてくださった方がおってね、やったなーって思っております。ありがとうございます。今後もこんなコメントをください。ありがとうございます。高評価も押してね。ということでやっていきます。ここ調べる。ここかな?お?壁が伸びた?伸びたってどういうこと?なんだその伸びたって言葉の使い方。俺想像できんよ。どんな感じのことが起きたか。村岡さん、どうして知ってたんだろう。この黒幕と繋がっとったりするんじゃないだろうな。1年4組から出ていって、どんどん進んでいくのだ。絶対どっかで敵が出てくるよね、これ。出てきました!来たー!逃げろ逃げろ。この前みたいにさ、会う前に教室に逃げ込む。教室に。ああ、来た!あかんあかん。ああ、あった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 あった終わった早く教室で入らなきゃ。逃げろ逃げろ逃げろ早く逃げろ。じゃあセーブ。あっちょっとそれ不意打ちなんですけど、それ不意打ちなんですか。教室は安全じゃなかったの。教室の中には入っていないけど教室の壁まで来たんだよな。もうビビらせんなよ、やめろよ。危ないだろ。ここは何 ?3 組1年3組。道が3つに分かれとる?ああ。カーテンがかかっている。これ、めくったら顔が出てきたりせんだろうな。大丈夫かな?こっちは?ロッカー。何か泣かない?アイテム、いいアイテム、いいアイテム。泣かない。中でたけしが閉じこもっとんちゃうだろうな。ガクブルしとんじゃないだろうな。机は?机。調べれんやつ。調べれんやつ?調べれんやつじゃないか。何もなかった。くそー。進むしかないわ。こっちはね。まっすぐ。ここ、ここ。ここから出ていく。恐ろしい。何もなかったよ、先の教室。あいつ、ここから出てくださいとか言いながらさ、何もない教室、ついていきやがる。あ、来た。あ、ルール変わっとる。ルール変わっとる。ここ、こっちか。ここ。あールール変わっとる。連絡出なくなっとった、今。なんか方向になんとかって書いとった。ちょっと、そういう説明なし、やめて。5組。ノートがある。ノートがあるって。なんかノートあるって、地図見てノートあるって判断してしまったけど、それ、ありなのか。ちゃんと調べて、ノートが入ってるって、それ。それでノート、初めてノート確認せんかったらあかんねん。あれ?これって、木島さんが使ってたと同じ。どうしてここに?おう。おう、なんか可愛い系のやつやな。木島さん結構アイドル感覚があったんかもしれんな。ノート!なんか書いとん。木島さん、まさか、ここにいるの?おったら絶対敵として出てきそうな気がするよ。木島かな子さん。学校がつまらない。勉強もついていなくて、いけなくて面白くないし。補習教って言ったもんな。なんかイライラして、茶髪に染めて学校に行った。友達に避けられるようになった。外見がちょっと変わったら私はもう友達じゃないの?何も言わないくせに、掲示板で私のことを話している。何か抱えるのが怖くて、毎日見てた。みんなのことが嫌い。でも本当は嫌いじゃない。もうどうしたらいいかわからない。鬱になってきてる。木島さん、こんなことを考えてたの?知らなかった。学校の暗い部分が出てきてる。これ完全に木島さんがこういう世界を作り上げてしまったみたいな感じになってるよ。そんな気がしてくるよ。どこ行けばいいんですか?戻るしかないやん。戻るしかないことになってるやん、これ。ねえ。あ、ロッカーあった。ちょっと待って、ロッカーあった。ロッカー調べてないわ。ちょっと、ロッカー?ロッカーどこにある?
ロッカー？あれ？ロッカー過ぎた？あれ？ロッカーってあれやん。あれ？ロッカーって地図には文字であるのに載ってない、しょうがないわ。帰ろ。帰ろ帰ろ。帰ろうや。ではこの学校から出ていきたいんですけどね。敵が出てくるんですけどね。キャッ！あ、方向のやつだった。方向のやつ。あ、方向のやつ結構早く終わるわ。連打よりも楽に終わるよ気がする。うん。セーブ。え？戻ってきたね、これ。4組。うわあ！なんだなんだ？どうしたどうした？右から？右？うわあ！このカーテンのところやん。おるやん！スチルエットで誰かおるやん。何足だけ見せとんや。頭隠して足隠さずにやっとんやないやん。普通知りやろうが。ただお前、そこにいるのは、三倉さん？誰だよ！誰？私、同じクラスの木島。木島出てくる説が浮上した瞬間出てきよったな。タイミング見計らったように出てきたよ、お前。木島かな子よ。木島さん？本当に木島さんなのか？木島さんもここに閉じ込められちゃったんだね。三倉さんもが。ねえ。いや、ちょっと。木島さんだったら別にカーテンからこっちに来てもいいだろ。なんでカーテン越しに話するかね。怖いね。一緒にここから出よう。え？私、茶髪だし、嫌われてるかもしれないけど、友達になってくれる？なんでこの流れから友達になりましょうみたいな感じのお誘いするかね。ちょっと怖いな。この子、考え方が怖いな。協力して、一緒にここから出ようよ。木島さんが、そんなこと言うなんて。わかった。一緒に出よう。うん。一緒に出るんはいいけどさ。はよ、ちょっとこっちに姿見せてくれんかな。カーテン越しで話しすぎてさ、ちょっと怖いの。あれ？木島さん！え、ここ、カーテンどけたらこんな感じだったみたいな感じ？木島さん！友達になりましょうよみたいなこと言いながら、友達放っておくってどういうことだろう。君は友達失格だ。今決めた。友達失格だよ。あれ？なんか同じ場所が、同じ場所で、ね、木島さん同じ立ち方してるやん。私、知ってるよ。三倉さんが放課後に残って勉強してたの。え？ C 組の友達と同じ高校に行きたくて頑張ってたんだよね。だから何を。私にはできないんだ。友達のために頑張るなんて。知らんよ。お前のことなんか知らんから。だから、こんな風になっちゃったのかな。自覚ありかい。待って、木島さん。待ったや。あいつ友達とか言いながら待ったと放っておき。なんだ、お前。放っていったかと思ったら、ちょっといきなり出てくるとかやめて、怖い。理科準備室。理科は好きなんじゃ。木島さん勉強できんでも理科は好きなんじゃ。私ね。本当は友達、みんなと友達になりたかったの。一緒におしゃれして、おしゃべりしたかったの。でも、どうしていいのかわからなかった。バカみたい。これじゃあ死んで当然だよね。フォローができんよ。そんなこと言われてもこっちからフォローできんよ、ほら。三倉さんやって何も話して、待ってよ。木島さん。どうしちゃったの？ちょっとこっちだよ、追いかけてごらんみたいな感じで出てくるのやめて。怖いな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 。大勢なんでちょっと猫背なの。さっき猫背なかったでしょ。どうせ猫背になるのやめてね。あとセーブさせてね。あー、何目玉目玉ばっか。理科室というよりも、研究室。しかも、マッドサイエンティスト的な研究室。何の部屋だったんや、今。
準備室、絶対あかん準備や。あかん準備しようとしてる。ここの主。てか、ミクラさん。いや、ミクラさんじゃない。キジマさん。キジマさん、まだその定番パターンですよ。何と。キジマさん、ずっと廊下にいたら危ないよ。チャイムが鳴ったら、シキゴさんが来るの。早く教室に行こう。ちょっと、いきなり黙るのやめください。あんたがどんどんベラベラ喋ってきよったくせに、ね、いきなり黙るのやめてよ。キジマさん？開けるよ。あれあ、よかった。ああ、よくない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 、全然よくない、いやあ、よくない。ちょっと、吉間さん、ちょっと、鬱になりすぎて、ちょっと、見た目、えらいことになってます。鬱になりすぎてる、あんな顔になるの？ちょっと、初めて知ったよ。鬱になりすぎだろ。何があったん？鬱になってから何があったん？どんな映画とか見続けたん？ちょっと、化粧とか。化粧とかでどうにかなるレベルじゃなかった。あ、ちょっと、木島さん、一緒になんかおる、一緒になんかおるぞ、あった。木島さん、どうして、お前ら付き合っとったんかっていうレベルの脅かし方、私たち付き合うことにしました、みたいな感じで、言いに来たとかそういう話じゃない。お前、つかみどころ多すぎ。行ってない教室。あるかな、行ってない教室。行ってない教室、あったかな。おっと、そんな迷った時にも容赦なく来てるよ。彼氏さんの方じゃなかった。今の女の人だったから木島さんの彼氏ではなかった。理科室行ってないけどさ、行ってないけどどっちに行けばよかったか全然覚えてないよ。あ、丁寧に教えてくれてる。こっちに道、あ、そうか、こっちで右に行けたけ右に曲がったみたいな感じだ。まっすぐは行ってないになった。あー、木島さーん、木島さん、え、ちょっと、キャンセル機。追い払った。なんか、お守りで追い払おうみたいな感じで出てきたけどさ、空気読んで追い払ったけど、いつまでおるんじゃ、お前。いつまでおるんじゃ。追い払ってないやないか。追い払ってないやないか。じゃあ、木島さん入ってきてますから。木島さんちゃうよ、みたいな。木島さんちゃうけど、ついてきてる。ついてきてるよ。侵食度1ってなってるよ。あと3値3下がってるよ。ついてきてるよ。もう、なん、お前、目の前が見えんようになるけやめて。ちょっと、見にくいですけど、机の中に何か入ってるとかそういう問題じゃないですけど、肺と心臓に、ドナー登録しても肺と心臓だけですってな感じ、もう邪魔だから、いい加減どっけ。地図見る際もさ、ちょっと、ちらちら前に出るくんやめてくれない？もう、変な匂いとかそういう問題じゃないやな。お、どうにかできたわ。ちゃんとお守り使っとけば、いけたんや。そうなんじゃ。なんだ、そうだったんや。ああ、よかったよかった。どういた、どういた、邪魔なんかどういた。あんなん付きまとめとったらさ、ゲームに支障をきたしまくりにも程があるんだよ。んで、ようやくここ来て、肺と心臓がどうにかってなっが見えて、こんな感じだったんじゃん。人体模型初めて見えたわ。で、なんか喋るようやな、パクパクして耳を近づける。耳を近づけるだったんじゃ、部分を選ぶんじゃなかったんや。パーツを、心臓と肺を。なるほど。パーツ？もう、なんか喋ったらあかんもんが喋ってもさ、驚かんようになってきてしまっとうからな、ミクラさんが。あばら骨を外す。あばら骨を外していいん。ごめんなさい。外しちゃった。確かに胸のパーツがないんじゃ。探せってか。なるほど。パーツ2つ探してきて、ロッカーに。ロッカー？ロッカーか。了解だ。わかりましたよ。
ロッカーにあったやつ探してきますよ。でもごめんね。一旦ね、セーブさせてもらって、今回はこの辺にさせてもらおうからね。埋まっちゃったよ。こまめにセーブしたら、パート3ですでに埋まっちゃったよ。というわけで、次回から、まあ、探します、パーツ。はい、仕上げ。キジマさん、キジマさん、友達になろうとか言いながら、友達を放ってどっかに行くのはやめてください。あと、理科実験室に誘導するのはやめてください。あと、いきなり彼氏と脅かしに来るのはやめてください。あと、ミクラさんに男を紹介して